曲目に歌わせていただく曲なんですけども、6月の26日に僕たちミンツメジャーデビューさせていただきまして、1曲目 の一歩ずつっていうあのシングルを出させていただいたんですけど、その中に僕たちあのバブルガムブラザーズのブラザーコーンさんご本人監修のもと、ウォンビーロング沖縄バージョンというものを歌わせていただいておりまして、そこをです、その曲をまず1曲目に歌ってですね、この会場を温めていきたいなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。お願いします。皆さん盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。さあさあ皆さん盛り上がる準備できてますでしょうか。沖縄精一杯盛り上げていきたいと思います。龍馬の地元元気あるって聞いてます。皆さん右手を用意してください。天に突き上げて一緒に盛り上がっていきましょう。皆さん手を上げてください。はっはっはいやはいやいやさあさあスイ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 さあさあはWelcome, 沖縄, happy night! Let's get on! Oh, yo, yo, yo! Yeah, 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 yeah! Welcome, 沖縄, happy night!
さあさあやってきました、龍馬。龍馬、そこにあるよ、三振。龍馬、地元ですよ。はい。どんな気持ち、龍馬？どんな気持ち、こうだから、ちょっと龍馬の気持ちを、今日、ここで20分ぐらい。いやいやいや、ライブしましょう。ライブをしに来たんですからね。はい、でもこうやって、ちっちゃい時、僕は、小学校の時はあそこで野球して、中学校の時は中学校、玉城中学校で練習してて、でここ本当にここで遊び回ってたので、真っ黒になりながら遊び回ってたんで、こうやって本当にライブを、その当時はね、ライブをここでするっていうことも考えられなかったんで、いやずっとね、龍馬が僕たち活動し始めて、そうそう、約2年間で、メジャーデビューさせていただいて、そうですね、ずっと活動当初から地元でライブがしたいっていう思いをね、聞いてたので、はい、今日は僕も胸が熱くなる思いで、このステージに立たせていただいておりますし、龍馬の、ご家族の方だったりだとか、はい、お友達の方々に ね、もうね、見たことのある顔もちらほらいますけども違うよ、ね、はい、今日は心を込めて、龍馬の晴れ舞台、しっかりとサポートしてまいりたいと思います。はい、龍馬、はい、なんかある他に伝えたいこと、いや、もうなんかいろいろほら話そうとしたら涙が出るから、まだそうね、まだ早い、まだ早いというか泣かないけどね、泣かない、あとまだあるんで、はい、ここが